どうもドッグトレーナーゆきです。今回は愛犬に必要な水分量と無理なく水を飲ませる方法をご紹介します。気温がどんどん高くなる今の時期は愛犬が水を飲む姿をよく見かけるようになりますが、愛犬が1日にどのくらい水を飲んでいるか知っていますか？そもそも犬の体は約 60% から 70% が水分でできています。体内の水分は余分な熱を放出して体温を下げる、老廃物の排出を促す、全身に栄養を運ぶなど生命の維持に欠かせない重要な役割があります。水分量が足りないと尿管や膀胱などの尿路でミネラル成分が結晶・結石化する尿石症や、体内の水分や電解質が不足する脱水のリスクが高まるので、愛犬の飲水量が十分足りているか把握することが大事なんです。健康な犬の場合、1日に必要な水分量は体重1キロあたり 50ml から 60ml が目安。体重5キロの愛犬の場合だと1日に約 250ml から 300ml の水分が必要になります。ただ、運動量や食事内容によって必要な水分量は変わります。例えば運動量の多い愛犬は体温を下げるためたくさんの水を必要とします。またドライフードとウェットフードではフードに含まれる水分量に大きな差があるので、何を主食にしているかで愛犬の飲水量も変わります。ドライフードを主食にしている場合はフードに含まれる水分量は 10% 程度と少ないので、愛犬自らたくさん水を飲まないといけません。一方ウェットフードは 70% 以上が水分、ドライフードの約7倍も水分が豊富に含まれています。ご飯を食べれば同時に水分補給もできるので、ウェットフードが主食の愛犬は体温を下げる必要のない冬はお皿の水を丸1日飲まないこともよくあります。ちなみに1日に必要な水分量は体重1キロあたり 50ml から 60ml が目安ですが、体重1キロあたり 100ml 以上は多飲で、ほぼ透明のおしっこを頻繁にする多尿の症状も現れます。多飲多尿は様々な病気の初期症状で確認されることが多いです。いつもよりおしっこの量が多く、暑くもないのに水をたくさん飲むようになった場合はすぐ病院へ連れて行ってください。一方、飲水量が少なすぎるという目安はありませんが、脱水を確認するにはツルゴール反応という簡単なチェック方法があります。愛犬の首の皮膚を軽くつまんで 2,3 秒で元に戻れば問題なし、3秒以上かかる場合は脱水が疑われます。皮下脂肪の多い肥満気味の愛犬や反対に痩せすぎの愛犬は判断しにくい場合もありますが、ぜひ確認してみてくださいね。愛犬が普段どのくらい水を飲んでいるかは次の方法でチェックしましょう。まずは水の量を測ってからお皿に入れます。1日の飲水量を把握するので水の量と開始時間を記録しましょう。新しい水に交換する前にお皿に残っている水の量を測ります。最初に入れた水の量から残っていた水の量を差し引けば愛犬が飲んだ水の量が割り出されます。飲み水を変えるときはこの作業を繰り返して愛犬の1日の飲水量をチェックしましょう。多頭飼育の場合は愛犬の誰かが水を飲むたびに計量して新しい水に交換します。こまめにチェックする必要があるので、週末など休みの日に実施してくださいね。愛犬の飲水量が目安の水分量より少なかった場合は、飲水量を増やす工夫をしましょう。愛犬の飲水量を増やすには、食事と一緒に水分補給する方法が愛犬も飼い主さんも無理なく続けやすいです。最も簡単な方法はフードをふやかす。ぬるま湯や暑い日は常温の水でも OK です。いまいち反応が良くない場合はお肉と茹で汁のスープをおやつ代わりに飲ませる、ドライフードにウェットフードをトッピングする、ヨーグルトや鰹節で水に風味をつける、スイカやきゅうり、トマト、レタスなど
水分の多い野菜をおやつにあげるなど、愛犬が喜ぶ方法をいろいろ試してみてください。また自主的に水を飲む意欲を逃さないように、水飲み場は2箇所以上設置しましょう。特にシニアの愛犬は水飲み場が遠いと体を動かすのが大変だったり、面倒になって水を飲む機会が減ってしまいます。どこにいても気軽に飲めるように、寝室や廊下にも水を置いてあげましょう。また雑菌の繁殖を防ぐため、愛犬が水を飲んだ後は新しい水にすぐ取り替えると安心です。多頭飼育の場合は他の子が飲んだ水を嫌がる愛犬も多いので、気がついた時はすぐ新しい水に変えてあげましょう。この動画が参考になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。